一プロセッサの CPU のコンピューターの基本的なアーキテクチャを表すブロックダイアグラム。黒い線はデータフローを表し、赤い線は制御フローを表す。矢印はフローの流れを示している。コンピューターアーキテクチャはコンピュータにおける基本設計や設計思想などを意味する。アーキテクチャには単に建築物以外に設計や様式という意味があるが、それから転じて、 コンピュータ分野においても使われるようになった設計思想などと意訳されることもある。技術者や研究者の用語としては、方式という語が使われることもある。1964年のシステム360で最初に使われた用語で、その際の意味としては、入出力インターフェースを含むコンピュータシステムのハードウェア全体のユーザーから見たインターフェースの定義であり、 具体的には使用できるレジスタの構成、命令セット、入出力などであり、実装は含まない。このアーキテクチャが、同一のコンピュータ間や、上位互換のアーキテクチャを持つコンピュータへの移行や、上位互換の周辺機器への移行などは、ソフトウェアの互換性が原則として保証される。またハードウェアの内部設計や実装は、定義されたアーキテクチャを守る限り、技術の進歩に応じて自由に更新できる。 この結果、コンピュータファミリーが形成可能となる。現在で言えば、レイヤー定義であり、仮想化の一種でもある。また、システムアーキテクチャ、エンタープライズアーキテクチャ、ソフトウェアアーキテクチャ、アームアーキテクチャなどの用語も増えている。コンピュータアーキテクチャは少なくとも次の3つに分類される。命令セットアーキテクチャ機械語から見たプロセッサの抽象化されたイメージであり、 命令セット、アドレッシングモード、レジスタ、アドレスとデータの形式などが含まれる。すなわち、プロセッサをソフトウェア側から見た時のインターフェース定義である。マイクロアーキテクチャさらに解でのより具体的なシステムに関する記述であり、イサを実装するためにシステムの構成部品をどのように接続し、それらがどのように相互にやり取りするかを示す。例えば、キャッシュの大きさは、 いさには通常何の関係もないが、その回レベルの実装においては重要な問題である、システム設計他のコンピュータシステムのハードウェア全般に関するもの、以下のようなものが含まれる、バスやクロスバースイッチなどのシステムのインターコネクト、メモリコントローラやメモリ回送ダイレクト、メモリーアクセスなどの CPU オフロード機構。 マルチプロセッシングに関わる部分複数のコンピュータによるシステム構成に関するもの前者二つはプロセッサのアーキテクチャである。システム設計はコンピュータにおけるプロセッサ以外についても含む。元々のシステム360の厳密に定義されたアーキテクチャには大体イサが含まれマイクロアーキテクチャが含まれずシステム設計のいくらかに相当するものが含まれるが、これは 当時の大型コンピュータと現在のマイクロプロセッサーベースのコンピュータとの実装技術の変化やビジネスモデルの変化などのためによるコンピュータ全体のレイヤーの分け方などの構成法の変化などによるプロセッサ設計におけるアーキテクチャの観点からの工程を説明するいざとマイクロアーキテクチャが決定されると実際のハードウェアが設計されるこの設計工程を一般に 実装をと呼ぶ。実装はアーキテクチャ定義には通常含まれずハードウェア設計に含まれる。実装はさらに以下の3段階に分けられる。プロセッサだけではなく、コンピュータシステム全体の設計とアーキテクチャについて述べる。コンピュータの設計においては制約条件と目標を考慮してどの部分を最適化するかを決定する。コンピュータアーキテクチャは一般に標準規格。 コスト、メモリ容量、冷点子、スループットなどのトレードオフで決まる。場合によっては、機能、大きさ、重さ、信頼性、拡張性、電力消費量といった要素も考慮される。典型的な手法としては、どのボトルネックが最も性能を悪化させるかを注意、深く見極める。理想的には、コンピュータの各部の性能向上とそれにかかるコストが比例すると考えられ、 コストのかかる部品が全体の性能を決定すると考えられる。一般にシステム要件や市場の状況によって設計前に製造コストが決定される。コンピュータの性能はクロック周波数でよく表される。これは CPU のクロックが1秒間に何サイクルであるかを示したものである。しかし、クロック周波数の高いマシンが必ずしも性能が高いとは言えない。近年では クロックの高速化は頭打ちになりつつあり、製造業者は別の指標で性能を示すようになりつつある。プロセッサが搭載するキャッシュ容量で性能を示すという手法もある。クロック周波数が自動車の最高速度だとすれば、キャッシュ容量は車線の数に対応する。自動車がどんなに速くても渋滞になれば、速く走ることはできない。CPU が高速動作でき、キャッシュが多ければ、 プロセッサは実際に高速に動作できる。最近の CPU はスーパースケーラ方式で1クロックサイクルで複数の命令を実行できる。これによりプログラム実行性能は大幅に改善された。他にも性能に影響する要素として実行ユニットとしてどういうものを何個持つか、バスの速度、利用可能なメモリ容量、プログラムとして実行しようとする命令の種類と順序などがある。 速度を考える際に、レイテンシとスループットが重要である。レイテンシとは、ある処理が開始してから完了するまでの時間である。スループットは、単位時間あたりに処理できる仕事の量である。割り込みレイテンシとは、ハードウェアのイベント通知に対して、システムが応答するのにかかる時間である。性能は設計上の様々な選択によって影響される。例えば、キャッシュメモリを追加すると、 零点子は悪化するが、スループットは向上する。制御用のコンピュータでは、割り込み零点子の短縮が求められる。そのようなコンピュータは、リアルタイム環境で運用され、所定の時間以内に処理が行われないと問題が発生する。例えばコンピュータ制御のアンチロックブレーキは、ブレーキが踏まれたら、即座に制動をかけ始めなければならない。コンピュータの性能は、 他の測定法によっても測定でき、用途によって様々な測定法がある。システムは用途によってボトルネックとなる部分が異なり、CPU バウンド、I、O バウンド、メモリバウンドに分けられる。サーバや携帯機器では電力消費量も重要な観点である。ベンチマークは一連の評価プログラムを実行し、それにかかる時間を計ることで、上述の あらゆる観点を考慮した性能を測定するものである。しかし、ベンチマークが役に立たない場合もある。ベンチマークが異なれば、示される性能も異なる。例えば、あるアプリケーションは高速に実行できても、別のアプリケーションでは遅いかもしれない。さらに、システム設計段階で、特定のベンチマークの結果向上のために、ハードウェアやソフトウェアにそのベンチマークだけを、 高速化できる機能を加えることもある。この機能はそのベンチマークと類似のアプリケーションでは役に立たないことが多い。電力消費は最近のコンピュータ設計では重要性を増してきている。電力消費を抑えると性能が低下したりコストが増大したりすることが多い。チップの単位面積あたりのトランジスタ数が増大するに従って電力効率が重要な観点となってきた。 インテルコア2などの最近のプロセッサでは電力効率の向上が重要な設計上の観点とされた。また、組み込み用プロセッサでは電力効率が性能とともに最重要観点となっている。コンピュータ関連でのアーキテクチャという用語の使用は1959年 IBM の研究所に所属していたライル・アル・ジョンソンとフレデリック・ブルックスまで遡る。 ジョンソンはストレッチこと IBM 7030について研究報告を書いた。彼はコンピュータについて詳細を省いてある水準の記述をしたものをそれまで使われていたマシン構成ではなくシステムアーキテクチャと称した。その後、ストレッチの設計者の一人であるブルックスがある本でコンピュータアーキテクチャは他のアーキテクチャと同様構造の利用者のニーズを決定する技法であり、 それらニーズに合った経済的にも技術的にも可能な限り最適な設計を行うことであると書いている。ブルックスはシステム360の開発でも大きな役割を果たし、そこでアーキテクチャという用語はユーザーが知る必要のある詳細という定義になっていった。その後、コンピュータ業界でアーキテクチャという用語が様々に使われるようになった。論文で初めて、 アーキテクチャという用語が使われたのは1964年の IBM システム360に関するものであった。この論文ではアーキテクチャをプログラマから見えるシステムの属性群、すなわち概念的構造と機能的挙動であり、データフローや制御の構成、論理設計や物理的実装とは異なると定義した。この定義において、 プログラマから見たコンピュータの機能的挙動が鍵となっている。アーキテクチャに含まれる概念的構造は、機能的挙動を理解するための補助的なものであり、ユースケースの範囲を拡大可能にする。プロセッサ内部の処理方法やメモリアクセス方法がコンピュータアーキテクチャとされるようになったのは、もっと後のことである。ありがとうございます。